とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるよ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。何があったんだ。オットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだよ。どかすしかない。私は任せろ。クラウドさん、お待ちしてました。すでにお伝えした通り、僕はシンラに席を置きながらシンラと戦う術を探っています。身を危険にさらしても研究に没頭してしまうのは上司。そんな彼からの独立、これが僕の研究の目的。事情は明かせませんが、僕にとって大変な今はただマテリア開発の裏で密か。そのテーマはクラウドさん、 あなたに秘められた力を引き出せれば神羅と北条に立ち向かう力となるんです。さあ、新たな戦闘データの提供をお願いします。相手はあらゆるデータを掛け合わせた架空のモンスターや兵器の準備ができたら、この奥にある模擬戦闘に挑んでください。共に神羅に立ち向かい準備ができたらこの模擬戦闘に挑んでください共に神羅に立ち向かい引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
行こう。うん。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部クラウド？あ？本当にあんたなのか？哀れだな。受け入れろ。感動の再会だ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。急がないと。実験用ポット足場にしてやる。
手を貸そう。頼む。これだ。無事か？ああ、ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。これでいいかな？気持ち悪いもんばっか作りやがって！ほら！けっ！近寄んじゃねえ。は？視線だな。ハハ、遊んでやってるけど。じっとな。続けるわ。ハッ、いや、上げてくれ。はい。消え失せろ。くっ、沈め。レイブ。やっべや。消えろ。くっ、これだ。隙をつく。
動けるうちに来い。それでおう、引き込んどけ。はっ、はい、気合い入れてけ。回復が必要か。まだやれる。どうした。大丈夫か。ああ、なら行く。出口か。これからどうする。まずティファ、どっかにエレベーター。邪魔は入ったが、やることは変わらねえ。さあ、扉がロックされたようだ。引き返すの。